おはようございます。今が5時20分ぐらい16時間16時間で途中で東京でお友達を拾います。頑張るかじゃん。今回のカマアロはすっかり距離感覚が麻痺したさぬきサポーターが大集合。香川から青森県八戸まで片道 1350km、 所要時間16時間、蒲田マーレさぬきアウェー観戦バスツアー密着リポートです。おはようございます。すいません。バス車内は第一のイベント睡眠をとっています。真っ暗。寝れるとき寝ときや。下の松原サービスエリア、おトイレに行ってきました。なんか雨がパラパラ降ってきてますけど気にしない。すっかり夜も明け、大鳴門橋を渡り淡路島へ。寝た。朝になってる。まだ眠い。10分しか休憩ありませんから行きますよ。そして明石海峡大橋を渡り、ついに本州へ。9時、出発から4時間経ちました。滋賀県のなんか忍者とタヌキのサービスエリア。忍者、何度も来た。浜松。座って食べるのは禁止です。バスで食べましょう。フードコートがかなり充実している浜松サービスエリアですが、今回は時間短縮のために車内でお昼ご飯。静岡おでん。なんかどれ、なんか珍しいやつなかったっけ。食べるものが一番食欲の秋の、あの周りがお餅の。あ、そうだ、これや。やばい、あと2分しかない。トイレ行ってない。やばい。てか静岡で5000円ぐらい使ってしまった。まだ先遠いのに、やべー。静岡おでん、車内でおでんを食べます。味噌、あ、すごい、あの赤味噌系の酸っぱこい感じ。三角なんとかって言ってた。おいしい。あ、なんかうどん屋の気分。お魚のパウダーと青のりのやつをかけるのが浜松流らしい。うん、シュンドル。じゃ餃子はちょっと諦めたけど、おでんねって決められたら、それはそれでちょっと振り切れていいな。こんなに晴れてるのに富士山が見えません。裾野はありがたい。裾野しか見えません。静岡は近いの。
マックがある。あ、欲しい。足柄サービスエリア。ここは金太郎のとこやね。出発から9時間、ついに東京までたどり着きました。ヒロッポに来ました。なんかもう情報が錯綜して分かんないですけど、なんせ今東京です。おい、ビルばっかり。銀座って書いてある。ザギンデシースーやな。ザギンデシースーやな。今回はツアーオプションとして新国立競技場のスタジアムツアーにも参加しました。綺麗。入り口2カ所ございます。手前と奥2カ所からのご入場でお願いいたします。すごいね。わーい、わー、ちょっと座ってみよう。ちょっと掲げない。あ、掲げようか。お待たせしました。こちら1階 VIP ラウンジとなっております。なんかいい匂いする。また夏場などはスタンドで観戦されてちょっと体調が悪くなったらお客様のために左右のモニターからこちらの中でも見れるように準備をします。本らしさを表現したコンセプトです。すごい、障子と和紙やって。いや、すごい。セージ？なんとか言うセージ。え、サッカーの聖地やけん。いや、陸上もあるから。あ、全部の聖地。こちらの部屋が天皇陛下や菅前総理、バッハ会長などが懇談や休憩の場所として使用された場所となります。すごい。本日よろしければソファーなどにも座っていただいて構いませんので。すがちゃん、すがちゃん、気品あふれん感じになったけど。すごいいい感じ。すごいよ。見て。すごい。すごい。え、最高の気分です今。私。この席は、この席は、え、ロイヤル？手前ですか？かな。とてもロイヤルな人たちとか VIP な人たちが座るところだそうです。あ、よく見えますわ。こんなんもありますけど。うわ、これがここに来た。これがまたこちらの国立競技場、スポーツの他にお待たせいたしました。こちら4階の展望エリアとなっております。PV で見るねえ、 PV で見るよね。グラデーショナルに色を変化させた。なんか味がガクガクしたガクガクするな。座席なんですが、いい人は楽しかった。楽しかった、みんなねえ。なかなか行けないとこに行けたのでめちゃくちゃ良かったんじゃないかと。なん と、国立競技場の近くで大川バスから TCB 観光さんのバスに乗り換えた。なんかすごい車内がエロい感じだね。ツアーバスは東京を後にして宿泊先がある福島県へ向かいます。もうちょっとご飯屋さんに着くのが10時になるっていうことなんで、おやつをみんなが買っています。
郡山のちょっと上。居酒屋ようこ。1日目の宿泊先は福島県飯坂温泉旅館みずき。そして観戦バスツアー2日目。おはようございます。おはようございます。やばい、寝坊した。はい、2日目は福島県からついに八戸に向かいます。何時間ぐらい？何時間ぐらいやろう。6時間7時間ぐらい。はぁ、ドキドキドキ。こっから6時間前沢牛。ここはどこ？まだ福島県かな。あ、岩手県です。岩手県。すごい、今ここ、もうちょっと、もうちょっと、あとここが3時間ぐらいということで、ついにでもゴールが見えてきた。八戸北インターチェンジを降りてしばらく走ると、ついに今回の目的地フライフーズスタジアムに到着。いやー、いやー、ついに八戸着きました。さっき着いた時も鬼のように雨降ってちょっとどうしようかと思ったんですけど、今は止んでて風がちょっと強いって感じ。ここがプライフーズスタジアム。はい、何年ぶり？うちが J3 1年目ってことは5年ぐらい前に来たんですけど、フォロー負けしたよね。そうなの、嫌な思い出があるのでちょっとドキドキしてるんですけど。そして試合の方は前半、富永新奈選手が2ゴール2対0で試合を折り返しましたが、後半に2点を返され、残念ながら引き分けとなりました。惜しかった。いや、買って帰れると思いました。あ、ニーナさんがいい感じでした、めちゃくちゃに。はい、それはすごく良かったと思います。めっちゃもうみんながニーナーってめっちゃ叫んでた。いい感じ。そして今から、帰りはバスじゃないんですね。帰りは新幹線で帰ります。今日中には帰れません。もうやばいよ時間が。え、じゃあ私トイレ行きたい。思い出して、今来た道は誰かを